みなさんこんにちは、あずひたち店です。こんにちは、あずひたち店で言っちゃった。はい、今日は血液型でそれは本当に合ってるのかというのをやりたいと思います。楽しみですね。まず最初は何型ですか？ A 型です。はい、私たち2人は A 型なので A 型のやつをやっていきたいと思います。はい、はい、テンポよく質問をお願いいたします。はい、これでジャッジしていきます。はい、はい、では質問、はい、A 型の方ですね。はい、1、内心傷ついているが平常心を装う。はい。これは面白いですね。テンポよく全部言ってくれ。はい、はい、断るのが苦手。こんな感じですかね。超断ってんじゃん、ね、私のやつとか。興味がないと動けない。はいはい、はい、だからやる気になるまで時間がかかる。はい。いや本当ですか。こうですかね。あは。でも一度取り組んだら一生懸命。はいはい、はい、些細なことに優柔不断。いえ。どうなんですかね。あ、次ちょっと面白いですね。はい、完璧主義者。はい、いやでしょうね。あ、はい、うん。結構適当で面倒くさがり。はいはい、お、完璧主義なんだけど適当なんだよね。あ、一番立ち悪いよね。寂しいの嫌だけど一人の時間も欲しいですねっていう感じです。これお、出ました。出ました。新ルール。寂しいの嫌じゃないけど一人の時間欲しいから。あ、難しいところですね。うん、はい、部屋が綺麗だとは限らない。はい、お、意外ですね。綺麗ってことだよ。部屋が綺麗なことは限らない。限らない、はい、限らない。そうでしょうね。何かしてないと落ち着かない。いいえ。うん、そうなの。いつも落ち着いてるってか、ぼーっとしてんじゃん。いつもいつもぼーっとしてんじゃん。じゃあ次ちょっと、はい、自分に問いかけてください。はい、几帳面、変なところだけね。はいはい。おお、たくさん我慢する、無理もする。はい、おお。結構合いますね、2人とも。はい、そのストレスはお持ち帰り。はいおお、それを親しい人だけぶちまける。はい、大事ですね。はい、好きなものには超一途。はい、おお、好きなものにはね。嘘は苦手っていうか嫌い。あ、こうだね。うーん、こうだね。フィフティフィフティね。隠し事大嫌い。まあ、人間ですから色々、はい、そうですね。はい、近づかれすぎると逃げたくなる。はい。私これすごい当たってると思った。お前も。嘘でしょ。これは何ですかね。どういうあれですか。求められちゃうとってことですかね。はい、それはあるかもしれない。はい、自分のこと好きな人が好き。はい。おお。はい。ね、あと2つになりました。はい、はい、まず1つ、テンション低い時は話しかけんな、オーラ満載。はい、いや、お、分かりましたね。常に平常心、ね、同じですか。常に平常心。じゃあ最後です。で、話しかけられたらめっちゃ冷たい。はい。はい。ということで A 型でしたね。はい、以上です。みんなもやってみてください。バイバーイ。